4月も秋葉原に来ることができました。おお、マジで皆勤賞狙ってますね。はい、ということで写真からもわかる通り超久しぶりに日曜日の秋葉に来ました。どうもウプ主のディスコと。あ、そっか歩行者天国は日曜だけでしたね。青月カンナです。はい、ということで無事この4月も秋葉原に来ることができたんですよね。と言っても普段とはちょっと事情が異なりかなりタイトなスケジュールなんだけども。また、仕事とかの用事で来た感じですか？いや、実は今回ちょっとレアイベントというか、珍しい出来事が起きていまして。実は大学時代のフランス人の友人がこの日フランスから遊びに来てたんですよね。で、もしよければ久々に秋葉で会わないかということになりまして。投稿者さんそんなご友人がいたんですか？実はそうなんだよね。アニメ大好きな友人で、仮に S 君としておきますが、S 君が1週間ほど日本に滞在して、今日が最後の日だったんすよね。で、どうしてもボッチザロックのグッズを買って帰りたいから最終日は秋葉に行く。行ければどうだ、ということで、私とさらに別の友人で集まることになりまして。今回私が好きに秋葉散策ができるのが、その集合まで、という感じなんです。なので、実は朝の11時半くらいに秋葉に来て、午後14時には集合なんで、実質2時間半くらいのタイムリミットですが、その間秋葉を満喫しようというのが今回の動画になります。おお、まあ2時間あれば、なんとか、いつものコースを急いで回れば楽しめないことはなさそう。なんすよね。ということで、今回は少し駆け足気味ですが、秋葉を散策していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで今回はぶらり秋葉原というよりは、行きたいお店にささっと行く。って感じで回っていきます。今回は2箇所、絶対にカメラに残しておきたい場所があるんです。ということでまずやってきましたのはラジオデパート1階のシゲゾーンさんですね。ツイッターで見てこれは絶対に買わねば、と思ってたガジェットがあったんです。それがこの辺のガジェットなのですが、USB Type-C の電圧、電流、電力テスター、複数種類入荷されているみたいで、気になってたんだよねー。おお、なるほど。これって、投稿者さんが、モバイルバッテリーのテストとかで利用してるやつですか？そうそう。それが何種類か入ったみたいなんですよね。ALT モード対応のものと、ALT モード非対応のもの、あとは500円で買える簡易テスターも売ってるみたい。おお、550円の簡易テスターは、ちょっと試すのに良さそう。今回はそれぞれのパターンで利用できるように、試しに3種類とも購入をしてみました。これは買い物報告動画でお見せしますね。あとはもう一つ、今回買いたいなぁと思っていたのが、USB-C から PD 出力を各電圧で取り出すためのトリガーデバイスが売ってるんですが、ちょうど私の欲しかった 12V だけ品切れだったんですよねー。まあ 12V って使いやすい電圧だし、みんな 12V を買ったんでしょうかね。ということで、シゲゾーンさんでは USB テスター3種類を購入。あとはこれ、店頭にあってめっちゃロマンを感じたんですが、4万円で透過液晶デバイスが販売されてました。すげえ未来感。確かにこれはかっこいい。では次の店舗さんに向かいましょう。次はこの流れで地下に向かって最終処分場さんを目指します。というか、最近毎度同じことを言ってる気がしますが最近の秋葉原超人多いっすよね。秋葉に活気が出て嬉しい反面人混み苦手な私が窒息してしまう。まあでも、活気がないよりはいいじゃないですか。それはマジで間違えないっすね。てことで処分場さん到着。安定のためログで話題のジャンクショップですね。今回は店内にたの方もいたのでお写真メインでお届けしますね。まず、久々に来てみたら結構電源の量り売りコーナーが復活してました。昔ほどの密度感じゃないけど、そこそこ在庫はあって選べる感じ。今回いくつか有名メーカー、ここでいうところのブランド推し電源も1000円から買うことができるのが魅力ですね。ブランド電源だとしても 1.5 円からなんで、800ワットで1200円という安さ。YouTube とか見ると、この PC 電源で電子工作用の電源とかを自作されている方もいらっしゃるんで、こういう安いので1個作ってみたいよね。確かに、そういう用途には、すごい向いてそう。あとはこれ、動作させられる環境を作るのが大変かもしれませんが、8コア16スレッドの G4 が1個1000円。安い。確かに、マザーボードとかを揃えるのが大変そうではありますが、ロマンはありますね。2000円で2個買ってデュアル G4 で16コア32スレッド。とかやってみたいけど、冷静になるとシングル性能が低いんだよなーってので毎回踏みとどまっちゃうんですよね。あとはグラボコーナーでも見ておきましょうか。と言っても、土曜にいい感じのものは漁られ尽くした後なのか、在庫数も少なめでした。ただ、今手に持ってるこれ、
ラデオン RQ シリーズのグラボなんですが、この辺のラデオンって私使ったことないんですよね。これより古い HD シリーズとかは何個か試したことあるんですが、せっかく見つけたし、ジャンクで安いしってことで、これは購入して試してみようかなと。残りのグラボは GForce 500番台以前が多かったですかね。では引き続きラジデパ探索です。で、今回カメラに残しておきたかった1店舗なんですが、今日は日曜日なので営業はしていないと思いますが、少しでも多くの人に知ってもらえたらと思い一応行きます。目的の店舗はラジデパ2階、ケース屋さんとか、明和電機さんとかがあるフロア。2階に上がったら右に曲がり、そのまま突き当たりまで進みます。そうすると見えてくるのが、こちらの IC、トランジスタ、ダイオードのお店、江南電機さんです。今回なぜこのお店を紹介したかということなんですが、その理由はここに貼られた紙にあります。はい、もうネットニュースなどで知っている方も多いとは思いますが、こちらの江南電機さん、悲しいことにこの4月末をもって閉店をされてしまう店舗さんなんです。読んだ限り、店主さんが、高齢のためみたいですね。最近同じ理由で閉店してしまう秋葉原の昔ながらのお店が多いですね。そこにあるのが当たり前だと思っていた老舗のお店がなくなってしまうのは本当に寂しいです。特に、ラジデパはここ数年で一気にお店が減りましたよね。江南電機さん、今までありがとうございました。店主様これからもお元気でお過ごしくださいませ。ということで来た道を引き返し次は3階へ向かいます。目的はジャンクスさん。ツイッターを見てお安いミニ PC が入ったっぽいんですよねー。おお、それは楽しみ。ああ、そうそう、これも秋葉あるあるなんだけどさ、特に電子パーツ屋さんを目的に来ると、ホコ店が楽しめる日曜日にはやってないお店がほとんどなんですよね。まあ、大半のお店が B2B でやってるでしょうからね。そういう意味だと秋葉らしいホコ店を楽しめるのは日曜だけど、お店を楽しむなら金曜、土曜に来るのが正解って感じもしますよね。あ、そうそう、これ前回も買ったんですが、今回も買えたし、DDR3 のノート用 4GB メモリが4枚で1000円なんですよね。私未だに3世代とか4世代のジャンクノートをいじることがよくあるんで、そのためのストック用のパーツとして買っておきました。16GB 分で1000円。安い。在庫豊富で選べるんで、できるだけ端子が綺麗そうで状態の良さげなものを選別しました。全部動くといいなぁ。ということで秋葉ジャンクスさんへ。私のマウスパッドを販売していただけているお店ですね。店長さんいつもありがとうございます。そしてステッカーコーナーには新しくゆういちさんのステッカーが、この前ゆういちさんのチャンネルで秋葉散策をされた時に貼られていましたね。マウスパッドもご購入いただけて嬉しい限りですね。ゆういちさんぜひまた秋葉原へ。では本日もちょっくら失礼して店内のジャンクマシンを漁らせていただきましょう。私の秋葉散策を見てもらっている方ならわかると思うんですが、私未だにレッツノートいいの探してるんだよね。ああ、なんか、ここ最近、ずっとレッツノート探してますね。高額ドライブ付きのやつでしたっけ？そうそう。ただ、レッツノートってジャンク漁りをしてる人ならわかると思うけど、なんかあんまり安くならないんだよねー。Mac とかと同じ感じ？時々安いのが出てきたなぁと思うと外装のダメージが半端ないんですよね。レッツノートの塗装って頑丈なようで意外と剥げやすい気がします。でも、確かに、お値段高めのものが多いですね。安くて状態がいいの出てこないかなぁ。あとは、私が最近ジャンクスさんで掘り出し物がありそうだと思ってるのが、この箱付きのジャンク PC たちなんですよね。例えばですが、この辺とか、Ryzen 5 5500U 搭載でメモリストレージがどっちもなしですが、BIOS 起動は OK、ただし液晶なし、バラバラで14,900円。なるほど。これはジャンク度が高い。この箱入りのやつ、基本的にこんな感じで裏蓋なしとか、部品なしとかのジャンク度高めの代わりに、基本スペックに対して価格激安なものが多いんすよね。実際これもノパソとしてじゃなくて、もういっそ分解してマザーだけ取り出して、デスクトップ PC みたいにして使ってしまうのが良いんじゃないかと思ってみたり。メモリなしってことは、少なくとも取り外せたってことなんで、自分で DDR4 をさせるってことですもんね。まあ、改造前提で考えるならこの辺の商品は面白いと思います。で、今回私が狙ってきてたのがこれ。何種類かあるんですが、デルさんから販売されていたミニ PC なんすよね。
最も安いものは6世代 i5 搭載で5900円、その下には7世代 i5 で6900円というのがあり、右には9世代 i5 で1万9900円というのもあります。ただ、私が Twitter を見て狙っていた大本命。8世代 i5 で9900円というのがもう品切れになってしまっていました。まあそりゃそうだよね。Windows 11対応ミニ PC でこれは安い。確かに、これだけお得感が段違いですね。と言っても、用途次第ですが個人的には6世代 i5 の機種も結構いい感じだと思うんすよね。SSD なしだけどメモリはあるし。BIOS 起動までチェックされてて、AC アダプターもあるんで、SSD さえつければすぐ使えて6000円弱。まあ、確かに、N100 とか N95 搭載機種が2万円前後だと考えてもいい感じですかね。これなら2000円くらいの安い SSD で一応はすぐ使えるんで、今まで分解したこととかもないし、1台確保しておいてみようかな。ということでジャンクスさんを後にして次のお店に向かいますせ。次は絶対に今回で行きたいお店があるのでそこに向かいます。今回はタイムリミットがあることもあって、まずはそのお店に行っちゃおうと考えておりまして、まず向かうはジャンク通り。一体、どのお店に行くんだろう。まあ一目散にジャンク通りを目指していることから気がついた方もいるかもしれませんが、なくなってしまうお店もあれば、新しくオープンするお店もあるということで。今回は新規開店したお店さんを見に行きます。あ、そうそうここの自販機でおでん缶が売ってるんですぜ。今回は友人にお土産で1個と、私自身が持って帰るように1個買います。昔はフォークがついてたんだけど最近はついてないんで、すぐ食べられないんだよねー。これ美味しいんで秋葉来たらおすすめっす。昔の秋葉原は、飲食店が全然なかった。って、よくコメントで聞きますが、投稿者さんが中学生とかできていた頃はどうでしたか？私が来始めた頃は、確かに今に比べると少なかったとは思いますが、普通にラーメン屋さんとかもあったんで、食べるところは割とあった記憶？もっと昔を知る人、それこそ秋葉にバスケットコートがあった時代の方だと本当に食べるところがなかったと聞きますね。それこそサンボさんとかしかなかったらしい。あ、そろそろ目印となるお店が見えてきますね。ジャンク通りを進んできて東正面投資カツ、セルスタさんの十字路を左に入ります。わかりやすいお店だと、曲がってすぐに。この伊能商店さんっていうお店がある通りですね。そしたら伊能商店さんを過ぎて次の角を右に曲がります。右に曲がったらあとはしばらくまっすぐ行くと、左にお店が見えてきますぜ。ということで、今回絶対に来たかった新規オープンのお店は、はいこちら。新規にオープンされた、ジャンクコンフル秋葉原店さんです。おお。そういえばオープンしたってネットニュースになってましたね。ちなみに正確な位置としては、ジャンク通り、パレットタウンさんの横の通りを抜けたところにある感じですね。オープンおめでとうございますということで、店内の様子なのですが、ごちゃごちゃしたジャンク屋さん、というよりはどちらかというと棚ごとに商品やメーカーである程度整理整頓されている感じ。オラオラさんに近い？そして、現在はオープニングセールということで全品 20% オフ、しかも2台買うと片方が 50% オフになるという超破格のセール中でした。おお、複数台欲しい人にはいいですね。オープンしたてということで店内はかなりの活気でした。ちなみに、在庫の傾向ですが、圧倒的にジャンクのパソが大多数って感じでしたね。デスクトップとか、グラボジャンクも一応あるんですが、見た限りグラボとか電源はこの箱1個だけって感じで、デスクトップも数台って感じでしたね。ジャンクノートを探しに来るお店って感じですか？現状だとそんな印象でしたね。ノート自体の在庫は結構あったんで、割と同じ機種でも色々選べる感じではありました。あとは全体通して、ジャンクといえどもそこまで状態は悪くない、というものが多いかなと。結果激安店って感じではないですね。ここのストレージなしコーナーとかでも筐体が割と綺麗なものが多かったんで、状態がいいジャンクのパソを探してる人は足を運んでみるといいかもですな。ということで、新規にオープンしたジャンクコンフルさんのレポートでした。で、帰る途中もう一箇所お店に寄ったんですが、そのお店は店内撮影 NG ということで、後で購入品だけ紹介しますね。あと、朝から急いで回っていたので、そろそろお腹が空いてきたってことで。お、今回の秋葉飯ですか？その通り。今日も秋葉飯と行こうと思います。で、今回は前回行けなかったお店のリベンジですね。お店の場所としてはパソコン工房バイモア店、今は本店っていうのかな。
の隣にあるお店。こちらのスパゲッティのパンチョさんにて食べようと思います。超がっつり食べれるナポリタンが有名なお店ですね。前回は確か混雑しすぎて断念したんでしたっけ？そうそう。今回は並んでる人はいましたが、10分未満で入店できました。特徴はなんといっても麺の量がメガ盛りまで無料。600g まで無料で増量できるんで、超がっつりいけるお店。メニューはこんな感じで、一番有名なのは間違いなくナポリタンでしょう。さらにトッピングも別で注文可能。ミートソースもあるんですね。私の友人はパンチョのミートソースが好きだ。って言ってましたが、私は毎回ナポリタンですな。ということで、今回私がいただいたのが、ナポリタン大盛り厚切りベーコントッピングです。おお、これはマジで美味しそう。この厚切りベーコン、いい感じに焦がしが入っていて最高なんすよ。私は毎回これ。で、卓上にはマヨ、チーズ、タバスコなどがセルフで置いてあります。このパンチョさんのナポリタン最大の特徴はなんといってもこのもっちり太麺。めちゃめちゃもちもちしてて、ソースがよく絡んで最高にうまい。ある程度食べ進めたら卓上のチーズ、タバスコをかけて味変しながら食べると最後まで飽きが来なくて最高です。うん、お腹空いてきた。家でも作れないかなっていろいろ試したんですが、このもちもち太麺じゃないとどうしてもこのパンチョさんらしさは出ないんですよねー。ということで、今日の秋葉飯はスパゲッティのパンチョさんでした。ぜひ厚切りベーコントッピングで食べてみてくださいませ。で、パンチョさんで腹ごしらえを済ませたら次は目の前のパソコン工房さんへ。最近ジャンクコーナーがこちらの店舗に移動したので、私も自然とこちらの店舗に足を運ぶことが多くなりました。前回はここでゲットした RX580 がちゃんと動いたし結構強かったしで、今回割と期待してジャンクあさりをしてるんですが、日曜はやっぱりもうあさられた後感がすごい。マザー、グラボともに見たんですが、古めのものがほとんどでしたねー。やっぱ工房さんのジャンクは人気なんで、在庫補充後すぐに来ないとダメかも。マザーとかグラボは、どの辺の世代のものでした？マザーは2、3世代の i シリーズ向けに i7 が乗ってて3000円くらいっていうのと、AMD の A8 プロセッサ搭載マザーが1500円くらいとかだったかな。あと、グラボに関してはそもそも在庫が少なかったですが、それでも GTX770、960が置いてあったりしたんで、まあちょっと古いけど悪くはない感じかも。確かに、700万台、900万台なら、激安でゲットしてもまだ活用できるシーンが多そうですね。500番台以前になると結構厳しくなってきますからねー。ということで次の店舗に向かいましょう。次は少し戻ってカルチャーゾーン横の道から秋月電子、ジャンパラ、オラオラさん方面へ。残り時間的に、この3店舗を見てから歩行者天国を満喫してタイムリミットって感じかなと思っております。ああそうか。今回はタイムリミットが迫ってるんでしたね。悲しいことにそうなんですよね。来月は朝から夕方までじっくり時間をとって回りたいところです。ということでジャンパラ秋葉路地裏店頭チャーック。早速ですが、今回を、と思ったものなのですが、このお店、結構毎回 Windows タブレットとか、Android タブレットがジャンクで置いてあるんですが、今回はバーサプロとエクスペリアタブレットがありました。まずバーサプロの方ですが、こちらはタブレットにキーボード部分を装着できる、いわゆる 2-in-1 タイプの製品で、CPU はペンティアム 4405i、2コア4スレッドみたいなんで、まあさすがに同世代のセレロンよりは使えるマシンかなっていう感じ。ポップの記載を見るに、メモリ 4GB で SSD64GB ってことは、一応すぐに使える状態ではありそうですね。AC アダプター、ドック機能付きキーボードが付属、となっているので、まあ全部セットにしては良心的価格ですかね。使い道がむずいけど、タブレット型であることを活かして店頭で映像を流しっぱなしにしておくとか、デジタルフォトフレームみたいに使うとか、用途があればいいかなって感じもします。で、その奥。こっちは手に取って確認されている方がちらほらおられましたが、エクスペリア Z4 タブレットですね。お値段5000円。まあ発売日2015年の泥タブなんで、性能としては今見ると古い感じ。CPU はスナドラ810、メモリ 3GB にストレージは 32GB ですね。CPU とメモリ的に動画再生くらいならまあ使えなくはなさそうですが、いかんせん、Android バージョンがかなり古いですね。そうなんだよねー。まあこれも何か活用の道があるなら、って感じでしょうか。で、これは買い物報告動画でお話ししますが、秋月電子さんで追加で欲しかった電子パーツを購入しまして、
この日最後の PC ショップ、オラオラさんに来ました。で、店内が結構ガラッと変わっていてびっくりしたんですよねー。これ、オラオラさんの店内なのですが、前までは青箱にメーカー、機種ごとにずらっとジャンク PC が並んでいたのですが、なんかおしゃれな展示場みたいに。確かに、なんか、ガラッと雰囲気が変わりましたね。安いレッツの大人いかなーって探していたところ、店員さんから。今売り尽くしで、全品 50%。 おお、マジっすか。今日最終日。あ、ちょっとじゃあ。はい。あ、ほんとだ。ということで、たまったまなんですが、私が行った日は、土曜日曜と続く2回フロアの売り尽くしセールで、なんと全品 50% オフ。半額は激アツですね。オラオラさんの2階って、状態も良いけどちょっと高い。って感じのイメージだったんで、これで半額なら状態もいいし安く買えるっていう可能性が濃厚ですよ。ということで2階へ。いやマジでここで状態がいいレッツノートをゲットしたいところ。では早速物色開始です。ちなみに、私が入ったタイミングでは店内に6名ほど他の方がいました。皆さんかなり真剣に選んでらっしゃって、複数台買って帰られてる方もいましたね。なんといってもオラオラさんの2階は機種ごとに分かれていて選びやすいのと、しかもさっきも言いましたが、ジャンクといえど状態が結構いいものが多い。さらに根本的に在庫数も多いってことで、かなり時間をかけて1台選べるんで、このイベントはマジで神イベントと言えますな。で、私もこの後10分ほどレッツノートを選びまくって、最終的にめちゃめちゃ状態が良いのを発見。レッツノート SX3、i5-4300 にメモリ 4GB、ストレージなしで9000円。ですが半額で4500円。確かにめっちゃ綺麗。オラオラさんはすべての機種動作チェック OK なので、この機種の動作をチェックして、問題なさそうなら買って帰ろうと思います。とりあえず AC アダプターを繋いでみて。お、来た来た。充電ランプがついたんで、一応バッテリーもどのくらい残量があるかはわかりませんが生きてはいますね。では起動もチェックしてみたいと思います。お、電源が入りましたね。BIOS には、問題なく入れそう。内部のパーツの情報も表記通りですね。液晶も軽くチェックした限りは問題はなさそうかな？おお、しかも半額ってのがいいですね。ですね。光学ドライブ部分も目視だと故障などはなさそうなので、ようやく価格と状態が納得いくレッツノートに出会いました。ということで、これは9000円の半額、4500円で買って帰ります。と、そうこうしているうちに。秋葉原大通りでは歩行者天国がスタートしていました。いやー、やっぱ日曜に秋葉に来る最大の醍醐味がこれですよねー。秋葉に行きたいなー。と思っている方はぜひ一度はこの日曜の秋葉大通りの歩行者天国を体験できるスケジュールで来てみてほしいですね。これぞ秋葉っていう風景ではありますよね。ですね。昔ながらのお店や所狭しと並んだ商品とかも秋葉らしいですが、やっぱりいつ来てもこの歩行者天国はワクワクしちゃいます。特に秋葉ってこの大通りを挟んで左右に有名なお店とか大きいお店がたくさんあるんで、歩行店になると車を待たずに左右に好きに移動できるのも便利。今回は滞在時間こそ短かったですが、歩行店で秋葉分をしっかりと補充できたので、また1ヶ月なんとか頑張れそうな気がしてきました。ということで、今回はフリーに散策できる時間が短かったので、少しばかりいつもより短めにはなりましたが、秋葉散策動画でございました。ちなみに、海外から来ていた友人の S さんは、ボザログッズをゲットできました？めっちゃ買い込んでました。しかもクレーンゲームもプレイしてて、数千円ポンと使ってるんすよね。これが円安か。いやマジで円安を感じましたね。グッズめちゃめちゃ買ってました。まあボザロはミーム化してるってのもあると思うけど、すげえ量抱えて帰ってましたね。ちなみにその後 S 君からは無事に家に帰り着いた報告を受けました。さらば S 君。また秋葉の導きが我らを引き合わせるだろう。どういうこっちゃ。ってことで最後はほぼ余談でしたが、今回は実はかなり戦利品が多いんですよねー。PC だけで3台くらい買っちゃいましたよ。確かに行く先々で買ってましたね。また近日中に買い物報告動画を作る予定ですので、もしよければぜひそちらも合わせてご覧いただけますと嬉しいですということで。今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。